ある意味その人間って全ての心の動機が愛から始まるじゃないですか、いいことも悪いことも、うんうんうん、でもそれを取り上げた世界っていうのはどんな世界なのっていう、それを果たして人として成り立っているのかなっているのかっていう、人間の神秘はどこに行ったのかっていう、でも家臣伝は愛を取り上げた方がいいと思っている、それはなぜなのかっていうのはお楽しみに。あー素晴らしい一旦CM です